さあ、始まるざますよ。行くでガンス、ふんがー。おい、解説始めろよ。皆さんお久しぶりです。ゆっくり解説の霊夢です。解説のマリサだぜ。今回からご要望が多かったモビルアーマーに関しての解説を、数回にわたって解説していきたいと思います。ただ、モビルアーマー自体1年戦争でもかなり少ないので、もう終わり、となってしまうかもしれないけど、その辺は許してほしいぜ。では、モビルアーマーとは何かなどを踏まえた解説を始めたいと思います。ゆっくり見ていってね。では、まず今回メインで解説するモビルアーマーは、MAX-03、アッタム、になります。その前にモビルアーマーとは、というところから解説するぜ。よろしくね。モビルアーマーの原点はズゴックなどを開発した MEP 社が、ビグロの原型機である MIPX-1 になるぜ。これはジオニック社が開発した MS-01 である、クラブマンとのコンペティションに敗れて、主力機になれなかった機体になるんだぜ。でもどうして敗れたのかな？かなり優秀だったんじゃないの？いろいろ理由があるけど、人型の利点が大きかったんじゃないかな。人型ではアンバックを多用した推進剤の節約、様々な作業や戦闘を行える汎用性が強みと言えるぜ。逆にモビルアーマーに言えることは運動性や汎用性を捨てることにより、超高機動、超火力を実現するんだぜ。あれ？それってマリサが大好きな。そうだぜ、モビルアーマーこそジオンの精神が形になった最強の兵器なんだぜ。でも主力機にはなれなかったんだよね。そ、それは汎用性がないからな。仕方がないだけなんだぜ。ふーん、でもこのアッタムは高機動、には見えないわよ。その辺は順番に解説するぜ。このアッタムは月面に配備されていた、移動式対地攻撃兵器 G87 ルナタンクを元に、開発された重機動砲座になるんだぜ。見た目的に移動砲台よね。まあ、まだモビルアーマーの概念自体なかった頃だしな。アッタムは大出力のジェネレーターを4機搭載し、ミノフスキークラフト、さらに8機のローターを搭載し、重力下でも浮遊して移動できるんだぜ。この頃に空が自由に飛べるなんてすごいわよね。そうだぜ。さらに武装は連装メガ粒子砲撃8門。アッタムリーダーまで装備しているんだぜ。ただ、パイロットは基本2名、非常時には1名でも可能ってことかな。じゃ、まさに地球上で猛威を振るったのよね。そ、そうだぜ。アッタムこそ最強のモビルアーマーなんだぜ。嘘つき。何よこれ、ただの的じゃないの。な、何を言っているんだぜ。そ、そんなわけないぜ。そもそも空中を飛べるのはいいとして、移動スピード時速 16km って何よ。さらに連装メガ粒子砲の威力が弱すぎるし、本編でガンダムのシールドで容易に防いでいるわ。あとさらに短時間しか本来は浮遊できないらしいわよ。そ、その代わりアッタムリーダーという最強の兵器があるぜ。数千度の高熱でモビルスーツの電子回路を破壊できるぜ。それ、ガンダムに聞いてなかったわよ。多分、テストの段階ではザクには聞いた、くらいなんでしょ。ガンダムのパイロットも初見だったから食らったけど、情報が強要化されたら全く当たらない兵器になるわよ。ぐぬぬ。ロマンどころか完全な欠陥兵器じゃないの、これじゃ。ほ、本来の目的が対等機化兵器だったんだぜ。移動中に偶然ガンダムと出会ってしまったからそうなっただけなんだぜ。いや、多分この遅さじゃどっちにしろただの的よ。いくらミノフスキー粒子散布していると言っても、原付きバイクの半分以下のスピードではさすがに。だ、だから言っただろ、まだモビルアーマーの概念もない試作機だって。いや、開発する前に普通、戦闘機や戦車相手を想定するでしょ。
その時点で時速 16km じゃまずいって思わないのがおかしいのよ。誘導兵器が無効だぜ、時速 16km でも活躍できるぜ。って、思った開発責任者とジオン軍上層部は本当に、戦争に勝つ気があったかを問いただしたいわ。だから MA-04 以降は高機動になるんだぜ。ジオン軍のすごいところはちゃんと失敗から学んでいるんだぜ。ふーん、じゃあ次回以降はモビルアーマー無双なのね。そうだぜ。楽しみに待っていてくれよな。第1回、1年戦争モビルアーマー解説はいかがでしたか？モビルアーマーはガンダムサーガには必ず出ると言っても過言ではない。兵器になるから重要度が高いと思うぜ。まあ、モビルスーツとモビルアーマーのメリット、デメリットがあるからね。ただ、コストと汎用性では圧倒的にモビルスーツが勝利するから。モビルアーマー自体は少ないんだけどね。それでもロマンを実現するためにはモビルアーマーしかないんだぜ。大火力、攻防よ、高機動、これこそまさに最強のロマン兵器。ただ、その概念が数年後にモビルスーツサイズでできるからモビルアーマーがさらに。バカ野郎、ラスボスバトルはモビルアーマーじゃないと。大きな子供も初老の子供も楽しめないだろ、いい加減にしろ。それはもう子供でないのでは。では、次回モビルアーマー解説は高機動、高火力のモビルアーマーになるので、みんな全裸待機して待っていてくれよな。では、皆さんまた次回お会いしましょう。では、ゆっくり解説次回。ザクレロインパクト。君は時の涙を見る。